はい、ヒノキゴケを見つけました。はい、これはヒノキゴケですね。ヒノキゴケチャンネルです。今日もね、神社散策にやってきました。あ、なかなかいい感じの鬱蒼とした神社ですね。さあ、これは楽しみですよ。ところの下のね、側溝ですね、覗いたら鳳凰桶ですね。はい、ここの灯籠には地衣類ですね。これはね、あんまり苔はここにはないですね。はい、ここは、はいはい、細かいタイプの落ち苔ですね。細い細かいタイプのムチゴケが見つかりました。杉の木ですね。はい、やっぱりね、大きな杉の根元には定番のアラワさんがね、活着してますね。まだこれは小さい株ですね。ここら辺なんかね、これからね、大きくなってくる、そんな感じですね。はい、これは一瞬ヒノキゴケかと思いましたが、これは風鈴ゴケですね。多分ね、これね、今ね、乾燥気味なのでちょっとね、歯が閉じてますけどね、多分ね、湿気をね、持つとね、バッとどっちかっていうとね、ヒノキゴケよりももっとこうね、葉っぱが広がるっていう感じのゴケですよね。風鈴ゴケです。はい、こっちにはね、うん、ヒノキゴケがね、株になってますね。いろんな苔が混じってますね。ハイゴケとかね。はいはい、石垣のところにはホウオウゴケですね。はい、ホウオウゴケがあります。結構ね、神社でね、石垣結構ホウオウゴケね、出会うことができますんでね、皆さんもチャンスがあるのでね、神社の方を受けを見つけてみてください。はい、小林さん、お邪魔いたします。発見観察に来ました。よろしくお願いします。この石段もすごいですね、苔むして。苔だらけですね。日陰のところはね、割とグリーン